ピエール・マリエ・オーギュストブルースネット、ピエール・マリエ・オーギュストブルソネは、フランスの医師、博物学者、魚類学者である。モンペリエで生まれた。父親も、医師で、モンペリエ大学の医学の教授で、父親の影響を受けて、博物学に興味を持った。医学を学び、1778年に、医学の学位を得た。1780年に、ロンドンに渡り、 ジョセフ・バンクスらの多くの科学者と知り合い、ヨハン・フォースター、ダニエル・ソランダー、アレクサンドル・ダルリンプル、アンデシュス・パルマン、ジョン・シブソープ、ジェームズ・エドワード・スミスらとも付き合った。1781年から、ジェームズ・クック船長の航海で採集された魚類の記述した、イクシア・ロッチ・デカス・アイの執筆に加わった。1782年にパリに戻ると、 植物学者のルネ・レ・フォンテーヌとシャルル・ルイ・レ・リティエル、ブルテルと親しくなった。シブソープと数ヶ月にわたって、南フランスを旅し、ピエール・アンドレ・プーレとカタロニアを旅した。ブルソネは、アンドレ・とワンラと共に1787年に、パリ・リンネ教会の創立するが、教会は1789年に解散した。リンネの分類法の支持者であった。1784年にアルフォール、 国立獣医学校のルイド・バントンの女子となり、家畜の後輩改良などに従事した。この時期は農業分野に専念し、農学会の事務局長に任じられた。1789年に国立政権議会の議員に選出され、ジロンド派に属した。1793年に多くの主要なジロンド派のメンバーが逮捕と処刑がされるようになると、ブルソンネも追放され、 パリを離れた。モンペリエから彼はマドリードに亡命した。さらにスペインを離れ、リスボンを経てモロッコの米国大使館に避難した。亡命したモガドールがペストの流行で住民の2、3が死亡したため、1799年にカナリア諸島に逃れ、1803年までテネリフェ島に泊まった。亡命の間に北アフリカの植物を収集した。 1803年にフランスに戻ることが可能となり、モンペリエの家族のもとに戻った。モンペリエ大学の植物学の教授の職を得た。教育のほかに、モンペリエの植物園の成立に尽力し、植物園の目録、イリーンカスプラントラムホルティベタニスイモンスペリンススを出版した。ブルースは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ピエール・マリー・オーギュスト・ブルソネを示すのに使われる。J ・スター・プラント・サイエンス・ビオグラフィン・インリシャ・シュプロカ、PM ・クガステ・ブルースネット、イクシア・ロッジ・アシステンス・ピス・キーム。ありがとうございます。